国風2仙台機、国風後継機、国風3国風2は、1983年から2009年まで運用されていた、国土地理院の測量用航空機、後継博に風3、ビーチクラフト B65 を改装した、測量用航空機、国風の後継として、ビーチクラフト C90 を改装した機体が導入され、1983年10月から、 運行を開始した。国風2には従来から使用されてきた航空カメラ無課 -15、23に加え国土地理院が新たに保有した RC-10 も搭載した。航空時気測量には胴体微分にセンサーを備え新型の記録装置を搭載した。1996年の定期修理に合わせて航空カメラを RC-30 に換装し、 GPS 広報装置を搭載した。2005年には GPS、イム装置を追加し、2007年からは地理空間情報、空中写真のデジタル情報化に対応するために、従来のフィルム航空カメラに変えて、航空用デジタルカメラを導入した。しかし、晩年には追加機器により機体重量がかさんだことで、 デジタルカメラ使用時には4名登場で航続時間が2.5時間にまで短くなっていた。運用は国風と同様に海上自衛隊徳島教育航空軍第202教育航空隊に委託され、徳島航空基地を拠点に全国各地の航空測量や磁気測量に従事した。また、阪神、淡路大震災や三宅島火山噴火、 新潟県中越地震などの災害発生時にも災害の発生状況調査のための航空写真撮影に出動した。2010年3月3日、運航制限時間である9000時間に達したため運用を終了した。退役する2010年度末までに実施した空中写真撮影の総面積は582,570平方キロメートル。 撮影延長距離は 209,391km、航空時期測量の延長距離は 127,500km に及んだ。後継機の国風3にはセスナ208バイト型が採用されているが、防衛省が同景機を使用していないため、運航は民間に委託され、強律航空撮影により運用されている。国風2の撮影席は切り取られ、 地図と測量の科学館の常設展示室に展示されている。ありがとうございます。